願いします。するんですけど、はあ、まあルニオだけは変わらないんで、あのルニオっていう名前を覚えてファンになってください。イエーイ、ぜひともファンになってください。イエーイ、イエーイ。
でね、あの次はね、アカペラで一曲歌いたいと思うんですけど、ちょっとその前にあのお水をください。お水をください。あのね、すごいね、ライブ、ね、水消費するんですよね。この前のライブ、あの、まだ間違いない。2リットル2本。あ、2本か。やばかったです。精神的に来るともう水分が飛んでしまって、でちょっとアカペラで歌うんで申し訳ないですけど、はい、ちょっとふと歩みを止めてみる。今まで何をしてたのか考えてみる。時の流れは早すぎて追いつけずに頑張っているけれど、いつも一人取り残されて言いたいことも言えずに、君は自分を隠してバランスをとって生きてるつもりの Everyday だけど、溢れ出る自分自身の中にある影を抑えきれなくなってる。誰もがおどけたどけし、 wow, 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 僕がそう君を笑わせてあげるよ。本当のことが見えるまで、笑顔になれるまで、もう一度歩き出せるまで、いつでもそばにいるよ。ごめんなさい、ここまでなんですけどね。あの時間の都合上と、あの僕がちょっと言いたいことっていうのがここにちょっと凝縮されてるっていう、まあみんな友達いると思うんですけど、やっぱ友達がいたら友達の力になってあげたいとか、悩んでたら話聞いてあげるとか、まあ、そういうあれですけど、まあ、次の曲もそういう曲なんですけど、あのぜひ聴いてください。お願いします。
楽しんでいってください。